ほれ、恵んでやろう。度胸が雑草界を育ちすぎじゃないか。さすがにちょっと攻撃にもならない。術に弱そうだ。前衛と後衛に分かれて対処だ。結構ね、修羅場を振りってきたね。グレーはマイナス、めぐるはデビューになりました。
次を吠えろ大変登場だ。よし赤はよく逆は逆だ。逆は逆だ。逆は逆だ。石空槽惑いをつけたり真理をさ協力を受け大丈夫かみんな我が火はシャク。我が火はシャク。赤はよく逆はシャク。真空を落ちて立ててはシンクを力ほどきましょう。ちなみにこれどっちが表？サビーダさん誘っていますね。そういうことにしてもいいかな。異形の宝珠も結構集まったな。変異氷魔を倒すことで得られる宝珠のことか。あの宝珠を持つと自身の持つ能力以上の力を発揮できる代わりに姿をも変えてしまう恐れがあります。捨てるか壊すかした方がいいのかな。私が悪しき力を封じていますので大丈夫でしょう。人の手に渡っても悪影響を与えてしまうものですし、何よりただ壊すだけではあたり一面汚れだらけになってしまいますわよ。結果トラブルの解決にもつながるし、回収できたらしていくってことでいいんだ。はい、もちろん変異氷魔は強敵揃いです。勝てないと判断したら退く決断も忘れないでくださいね。了解。聞いたか、また戦争だってよ。ああ、今度はローランスもハイランドも本気だ。すげえ衝突になるって話だ。戦場はまたグレイブガント盆地あたりか。こうしちゃいられねえ。ああ、食料に武器、薬に棺桶、稼ぎ時だな。本気の戦争。まずい、前以上に汚れが集まったら。それこそが狙いなのでしょう。ヘルダルフのか。行ってみよう。グレイブガント盆地あたりらしい。